ちは、ホタルグサです。今日はリップフラワーで春の定番ですね、タンポポを作っていこうかなと思います。定番ですがちょっと大変なんですよね。30番の白地ワイヤーを出していただいて、まず 1.5 センチゲージで、輪っかは5つ分ですね。でこれが12ミリ、あと9ミリでも作ります。3種類作っていきます。サイズを変えて、回すのは、輪っかはですね、5回分で大丈夫です。でねじってゲージの溝に通して引っ張ってくるくると回すと。でこれを各5個ずつですね、作って1つ分のお花に今回はしました。で、つぼみの方はですね、12ミリと9ミリだけでいいので、それを3個ずつぐらい、3、4個ずつぐらいですかね、まあ、数ちょっと調整しつつ作ったっていう感じですね。はい、咲いてる方は 1.5 ミリ、1.5 センチですね、必要かなと。で、先端部分を少し、ハート型っぽく内側にね、こうくぼませてから広げていきます。平やっとくなどあるとね、作業しやすいです。で根元のところは細くするためにちょっとキュッとねつまんでしまって、細長いこんな形ですかね。1.5 センチの方もやってみましょうか。こんな感じで先端を内側に折り込んで、頂点のところですね、くぼませて、これがね結構ちょっとコツがいるというか大変なんですが、でこれを広げていきます。はい、で細くし、根元は細くって感じですね。この3種類作りました。はい、各5個ずつです。はい、で、28番グリーンで葉っぱを作っていきます。まず適当な長さ、これくらいですかね、ねじって、あとは何箇所、4箇所くらいですかね、折り目を左右入れて、で今の折り目を頂点としてその間をくぼませます。はい、で、上は三角形のね形のような感じに整えまして、はい、ここら辺もねちょっと、より鋭角にするために手などを使ってね、ちょっとキュッとワイヤーつまんでいただいて、あとは先ほどね折り曲げたところを頂点として、より鋭利に曲げて、でもう一本ですね、こちらを根元でねじって、ダブルブリッジをかけていきます。てっぺんのところでくるっと一周かけてからまた根元に戻すといった感じで、葉っぱを作っていきます。これがねちょっとねフリーハンドでやるんですけれども、なかなか形がね難しいんですよね。はい、で、揃えてワイヤーカットして2本だけ残していただければいいかなと思います。で30番のグリーンで今度は額を作っていきます。9ミリと7ミリです。それぞれ、2個ずつで、まあ、1つのお花分になるぐらいですかね。間2回のねじり巻きで、5回分ぐらいでいいですかね、1つが。でこれを、いつもはね1つ目の輪っかを引っ掛けて輪っかにしてしまうんですが、今回は輪っかにせずこのままですね、先端尖らせて額として作っていきます。なんで余分なワイヤーちょっと1本に減らしておきますね。で、額などで細長く、ちょっとね少しだけ広くっていう感じですね。これを、2つずつ作ってください。でお花はファーストイエローで今回リップしますが、他のねイエロー系でもいいですし、クリアでリップしてからマニキュアで塗っていただいてもいいかなと思います。でこんな感じでリップしてメラミンスポンジに立てていきます。ちょっと数が多いのでね、15個ぐらい1つのお花分であるので、はい、でリーフグリーン、ちょっとリーフグリーンですね。はい、で花がね不透明なので、まあ、葉っぱも同じ不透明な、リーフグリーンでリップしていきます。まずは額からですね、ちょっと水平にすると液が垂れやすいかなと思います。で次は葉っぱですね。葉っぱね少し長くて大きいので、まあ、ちょっと大きめの容器でねリップした方が、リップしやすいかなと思います。まずはちょっと先端に流してある程度してから根元にこう持ち上げてね垂らしていただければなんとかうまくいくかなと思います。
乾いたらね、ストレスな葉っぱはちょっと2回一応つけました。大きいのでね、強化しっかりしておきます。で、小さい葉っぱから順にギュッギュッと折り曲げまして、こんな風にまとめていっております。どうまとめるかというと、こんな感じで、まあ、てか、完全にこう横にね折り曲げてしまって、根元をギュッと平やっとこうで潰してこう巻いていくっていうね感じで、巻き留めていただければいいかなと思います。こんな感じですね。もうとにかく、小さくコンパクトにで、次のものもねこう半分に折り曲げて、巻いていくっていう作業の繰り返しです。各ね、5個ずつぐらいですかねやっています。でワイヤーがねどんどん太くなっていってしまうと思うので、ある程度、ねじって巻いたら、カットしてね、ちょっとワイヤーの数だけは減らして、作っていっております。こんな感じですね。で最後に、1.5 センチゲージの、お花ですね。これもちょっと横に、やりましょうか。2本分ぐらいをね折り曲げて、まとめやすく組み立てやすくしていきます。で下ではねじって留めるって感じですね。これで一つのお花分になっていきます。でちょっとバランスをね見つつ少し広げてあげたりとかね、してみてください。あと3つ分ですね巻いていきます。はい、ちょっとねこんな感じで一番タンポポがね、本当はねもっと細かくいろいろ構造的にはあるんですが、花びらだけで、作っております。まあ、これが作りやすいのかなと思いながら、で一旦ここでね、ライトグリーンぐらいのフラワーテープで巻き留めてあげます。特に根元の部分ね、しっかり外れないように、緩まないように巻き留めます。つぼみの方はそうですね、各、3つぐらいですかね、3、4個ぐらいで、作っています。まあ予備を作ってね、余った分でつぼみを作るぐらいのつもりでもいいかなと。で、まあ、先ほどと同じですね、折り曲げてそれを巻き留めていくと、ちょっとモコモコするようでしたら平やとこで根元のところしっかりねキュッキュッと、つまんで平らにしてから、外側へと、大きい花びらを巻いていくと。でこれはね、1.5 センチはないので、2種類だけで作っていきます。でここまで来たら少しね、まあ、根元隠すような感じで、フラワーテープ留めていきます。こんな感じですね。で、額をつけていきます。まずは大きい方の額から、2個ですね、つけました。まあね、これも、巻く順は、まあ、2つね、つけるぐらいでいいかなと。で、少し反り返らせてあげて、形整えて。で、次が小さいね、額です。2個分つけます。下にねじりながらね、ねじり止めつつ、つけていくって感じですね。でここで一旦また、フラワーテープでね巻いて、しっかり場所だけは決めてあげてから、またね形整えて、でこちらはですね、まあ、余った額をつけていくって感じなんで、そんな数、ないかもしれないですが、まあ、2、3個額つけてあげればいいかなと。つぼみの方なんでね、でこれも一応フラワーテープで巻き留めます。はい、でこれで完成ですかね。つぼみとお花、綿毛はね難しいですね悩んだんですけどね、今回もちょっとやめておきました。で18番の、グリーンのワイヤー3本ぐらいですかね、長さは、まあ使う用途によって決めていただければいいんですが、茎として今回利用しました。で、フラワーテープでしっかり巻き留めておきます。でこんな感じのね、陶器の、容器ですね、こちらを100円ショップで購入したものですが、一応ちょっと、木工用接着剤を入れてから紙粘土を入れて、紙粘土が乾く前にね、木工用接着剤をつけつつ葉っぱから順番に、刺して、いきます。ちょっと長すぎましたね、この辺の長さもね、見つつ、今回葉っぱの形がほぼほぼ一緒ですが大小作っていただいてもいいです。最初のね輪っかを作る段階で、少し小さめに作っていただければ、大きさ差が出るかなと思います。
乾いたらですね、紙粘土が、バークチップを入れたいので、木工用接着剤を表面にちょっと紙粘土の上ですね、ヘラなどを使ってうまく塗り広げてからバークチップを入れて、で乾いたらね、さらに上からストレンスナーをちょっと筆につけていただいて、ちょっと上からね、バークチップを、カバーするようにコーティングするように、塗ってあげるとより、取れにくいかなと思います。まあ汚れとかのね、防止のためにも、こんな感じでコーティングして完成となります。春の花ですね、タンポポ、作ってみました。また次の動画で、お会いしましょう。